きコホラリュウも見れるしさ。なあなあ、記念に野生のコホラリュウと写真を撮らないか。コホラリュウは結構可愛いやつだと思うけど、それはまあ。ん？なんだあれ。助けて、誰か助けて。はい、野生のコホラリュウが本当に人を飼ってるぞ。だな、そんな話をしてる場合じゃないみたいだ。助けを呼んでる人がいる以上、見捨てるわけにはいかないぜ。危ないところを助けていただき、本当にありがとうございました。お礼なんかいいぞ。このくらいお安い御用だからな。オイラはパイモン、こいつは旅人だ。はあ、コホラリュウたちがみんな逃げてしまった。せめて一匹だけでも生け捕りできていれば。生け捕り？君たち、それなりの腕の持ち主のようだな。僕がおとりになるから、コホラリュウが来たら一匹でいいから生け捕りにしてくれないか。もちろん報酬はちゃんと払う。申し訳ありません。ヴィランドラ先輩は研究のことになると熱くなってしまうんです。どうかお気になさらずに。気にしないでいいぞ。それでどうして野生のコホラリュウにちょっかいかけてたんだ。それに生け捕りだなんて。そんなんじゃないに決まってるだろ。お見苦しいところをお見せしてしまいましたね。実は私たち、伝説の神秘の島を探しているんです。重要な手がかりがコホラ流にあると風の噂で耳にしまして、流線の州のガイドもいないのにコホラ流に接触するのはやはり無謀でしたね。神秘の島？ええ、流線の州の伝説にはある謎の島が出てくるんです。先輩は自分の研究目標がその島にあると信じていらっしゃるんですよ。というわけだ。さっきの件、もう一度検討してみてくれないか。さっきの件って、人間をおとりにするなんて真似絶対にやらないぞ。そうか、ならこれ以上話を続けても時間の無駄だな。他の方法を考えないと。先輩。わかったわかった。さっきは確かに助けてもらった。感情からしても理屈からしても、ここは礼を言うべきだと思う。本当にありがとう。素直じゃないやつだな。カーリャ、そろそろ行こう。本当に申し訳ありません。ヴィランドラ先輩は人付き合いに疎くて。気にしないでいいぞ。じゃあな。あんな二人がチームを組んで冒険してるだなんて不思議だな。それにしても、あのお姉さんが言ってた神秘の島が気になるんだよな。だってもしかしたらお宝があるかもしれないだろ。今まであれだけ不思議な場所を探索してきたんだし、神秘の島とやらを見つけるのだって楽勝だと思うぜ。それもそうだな。あ、でもさっきのお姉さんが神秘の島は流線の州の伝説に出てくる島だって言ってたよな。
部族の奴らに聞いてみるのはどうだ。善は急げだ。早速次の冒険を始めようぜ。聞こうって決めたはいいけど、誰に聞けばいいんだろうな。おお、確かに神秘の島は龍泉の州の伝説と関係してるってあのお姉さん言ってたしな。龍泉の州の族長ならきっと何か知ってるぞ。